これを見ればセブ島の今がわかるセブフォーカス。こちらの動画では今週の主なニュースをピックアップして紹介していきます。作業しながら聞いてもらいつつ、気になる内容がございましたら概要欄から記事に飛んでみてください。今日もやすこちゃんにそこでアシストしてもらいます。それではニュースに移ります。今日はこれらの記事をピックアップいたしました。気になるトピックがあればそちらに飛んでみてください。では一つ目の記事です。3月25日月曜日の記事になります。サンスターからの記事です。交通違反の罰金が G キャッシュで払えるようになります。すごいですね。これはですね、ラップラップ市での話になりまして、交通違反者が罰金を G キャッシュで払えるようになるということで、まあ、わざわざお金を払いに行く工程というのが、まあ、スキップされると。それがまあ交通管理システムというところと、まあ、市の財務監視室というところに今まで払いに行ってたんですけど、それがまあ払いに行かなくて済むということなので、まあ、非常にこの業務効率が上がるよというそういう発表です。で、これは今現在20名の取締官で、交通取締官に今教育を行ってて、 G キャッシュで払えるよっていう人たちが、まあ、その作業ですね、それを今訓練中で、多分4月からかな、一斉に、街に繰り出していくってことで、まあ、取締りが G キャッシュで払えるようになりだすっていう感じですね。で、まあ、これによってですね、なんかまあ交通違反みたいなのも厳しくしていくよっていう、まあ、告知でもあるのかなっていう思いとともに、でも捕まった時のやっぱダメージがかなり軽減されるんじゃないかっていうのがあって、やっぱこの払いに行くってことが一番重かったっていうのがあるので、まあ、国の組織なので平日日中でしか空いてなかったりするみたいな、そのタイミングに合わせてお金を支払いに行こうとすると、なんかもう仕事も休まんと無理やんみたいなことが、ポイントもなくなるように仕事も休むのかよみたいなのがすごい重かったので、まあある意味言い方あれですけど、気持ちよくその罰金払えるというか、ああみたいな、まあでももうここで払っちゃおうみたいな、もう払えるんならまあいいかなみたいな、そういうのが起きるのかなと思うと、まあなんかいろいろ考えると国としてもいいし、払う側もいいしみたいな、そんな政策なのかなっていうふうに思いました。なのでまあ全土で、今ラップラップ市だけですけど、全土で、まあ、西部市にもどんどんこう流れてきてほしいなと思った記事でした。3月25日月曜日の2つ目の記事に移ります。サンスターからの記事です。セブの高速バスプロジェクトが中断しますっていう、そういうニュースです。揉めて中断まで、こちら残念なニュースって感じなんですけど、セブバスラピッドトランジットシステムっていう、まあ、結構このニュースでも取り上げてるんですけど、これをめぐって、まあ、今市長ラマ市長とガルシア知事がまあ戦ってる、バチバチやってるっていうのはちょこちょこ言ってきた。でもそれが今度弁護士とかも出てきて本格的に争ってるっていう状態までフェーズとして来てしまいましたと。で、まあ、これの中身もう一回ちょっと整理するんですけど、国会議事堂の周辺の違反法っていうところに違反してるぞって、このバスがね通るのが、違反を守るためにっていうので、州知事のこのガルシア知事は言ってるんですけど、セブ市長としては一回 OK 出したやんっていうところねっていうのと、オープンセレモニーのテープカットも一緒にしたやんみたいな、もっと言うとで始まってるしみたいな。何があったんだろう。で、まあ、それによって、こう話が全体通すとフィリピンっぽいなみたいな事象が起きても、一回言ったことを取り消して、で、ああだこうだってなってる、この全体で巻き込まれてるのが、まあ、現場の人たちってことなんですけど、その現場のプロジェクトリーダーって人が、まあ、ちょっとその取り押さえもやめなさいっていう弁護士がこう言いに来てたりとか、書類が届いてたり、でもなんでやめなかんねんみたいな、職権乱用だろうってこうセブ市長が突っ返したりしてる中で、ちょっと現場的にも一回止めますわみたいな、そういう決断をしたり、ちょっとそっち一回処理してくださいね、上同士がこう書類どうこうああなってるから、ちょっとここの部分は一回止めますみたいな、でも周辺の、まあ、どうせやらなあかんところがあるから、そこは進めときますけど、ここは止めますねっていうので、こう部分的に工事を止めますっていう発表があったという、そういう状態らしいです。なので、まあ、巻き込まれてるなというか、で工事現場のこの人の立場に立つとどうなるんやろうなと思いながら工事してるわけで、でもっと言うと市民のレベルで言うと、今あそこ通ったりしたやんか、うん、俺らあれどうやって止めるんやろみたいな、なんかその全部掘り起こしてるやん地面を。でそれによって渋滞みたいなのも発生してるから、まあ、一回止めるレベル感によるけど、一回道きれいにしてほしいなとか、でももう歩道橋は壊してるしとか、なんかもうどこで揉めてくれてんねんっていう
フェーズですと。これはあの本当に生活に根ざしてるんで、しっかりちょっと追いかけていきたいなと思っております。続いて3月26日火曜日の記事になります。サンスターからの記事です。セブ島は5月まで干ばつが続く見込みですということで、まあ、最近すっごい暑いんですけど、これがまあ5月までは続くよというそういうニュースですね。でこちらですね、州気象局ってところによると、現在進行中のエルニーニョ現象によってセブを含む9つの州がまあ現在干ばつに見舞われていますよと。でこの干ばつっていうのは弱まりつつあるとは言ってるんですけど、少なくともあと2ヶ月は続きますよというそういう発表ですね、はい、でこちら干ばつなんで降水量が減ってると、はい、で別記事になるんですが、食料とかもやっぱこう作りにくくなってると、うん、でこのダメージがセブだとカルボンマーケットに、まあ、クリティカルに影響を受けてるっていうので、まあ、自分たちの食材っていうのがまあ調達できなかったり、で売れないやつに関してはまあなんかどんどん暑いから干からびていくみたいな、ね、それに氷水をやって対応してますみたいなのがあったりとか、あとまあさらに別記事で、あの電気料金が上がりますよねみたいな、そのなんかクーラーつけなあかんから暑くて、だから、はい、あの電気代高くなっていくんで、うん、あの窓を開けて換気のいい部屋にしましょうとかっていうそういう生活にちなんだ記事とかもまあ過去ありまして、あー、もう干ばつ問題って結構大変やなっていうのがあると、うん、で、まあ、トータルして物価が上がっていきそうだなっていうのがこの僕の見立てというか、うわ大変やな、5月までなんか耐えなあかんなっていうそういう気持ちになっている昨今です。続いて3月28日木曜日の記事になります。フィルスターの記事です。マルコス政権中は新たな税金制度は作られませんというそういう記事です。こちらですね、2028年までがマルコス政権なので、まあ、それまでは税金は新たに課されないよとそういうニュースになっております。でレクト財務長官っていう人がまあいて、この方が私にとって、収入を増やすことが最善の方法ですよという発表を行っているので非常に心強い。で経済成長させればより多くの税金を徴収できるようになると熱く語ってるっていう状態ですね。で、現在の税率はまあすでに高いので、まあこれ以上課税しないようにしたいっていう思いと、でこれですね、まあ、選挙に関係してるんですかとこの発表は、うん、でなんか質問した記者がいて、それに関してはあんまりそれは関係ありませんよときっぱりレクト財務長官は言ったんですけど、これあの過去の遡ってみるとアルヨ政権時代っていうのがあって、まあ、僕らあんま馴染みないですけど、そのタイミングで、まあこのレクト長官というのは税金を 10% から 12% に上げますって言って選挙に臨んで、選挙落ちたみたいな、上院議員の席をなくしたっていうそういったことがあるので、まあ深読みするとこの選挙とも関わってきそうやなみたいな、そういうふうに思うっていうそういう状況ですね。なので、まあいずれにせよこの税金が上がらないっていうのは市民側としてはあのハッピーニュースかなと思うので、ぜひレクト財務長官頑張ってほしいなと思っております。以上が今週のピックアップ記事でした。ということで、まあ、今週はあの息子が学校休みでホーリーウィークで1週間、ね、もう彼は9連休ということなので1日中家にいて、今日のこの撮影も大変でした。声が入ってる声が入ったりなんか叫んだり切ったり貼ったりしております。はい、以上ご視聴ありがとうございました。